っかけは一枚のファックス、当時、友達があのシドニーに住んでて、それでまあ僕たち結構新婚旅行してなかったん で、まあ、新婚旅行に一回来ればって言って一週間だけ来たんですけど、でそれから半年後に、ファックスを送ってくれたわけです。でこの店が売りに出てるよと、それでその時も僕46だったから、だから断ったらもう二度とこういう話来ないんだろうなと言うんで、行くか単純に、でまあもうその時はお店20年やってたけど、20年やってたお店を閉めて、2ヶ月ぐらいで閉めたかな。で子供4人連れて、英語も喋れないのに来てしまいました。英語の方はね、やっぱりその仕事をしているとなかなか学校にも帰れないし、もう現場で覚えるしかないかなと。あとはまあ子供がらみの友達ができたりとか、そういう人たちを交えて英語を勉強していくという、まあ、勉強っていうよりもとにかくお天気なんだね。日本と比べるとやっぱストレスが少ないかな。日本にいるとなんか、じゃあ仕事終わったじゃあ飲みに行くかで終わっちゃうでしょ。ここにいるとね、仕事終わったじゃあちょっとまあ散歩行くか、ビーチ行くか、釣りに行くかとかね、ゴルフ行くかとかね、そういう発想がいいんじゃないかな。親子のスキンシップが日本より測れるかな。高校生になってもハグできるし、女の子なんか日本でね、高校生なんだよね、そんなことできないでしょ。でもここだとね、父さんお帰り、そんな感じでね、ハグもできるしね、そういうスキンシップは、ね、測りやすいんじゃないのかな。こだわってないし、そのこれからアフリカ行けったらアフリカも行くんだろうし、あんまりこだわりがないかな。地球というそう感覚で見てるかな。だからこっちへ来るのも東京に住んでて、まあ、これからの時間は九州だけども、夜行寝台で行けばそれなりの時間かかるわけですよね。だから寝てりゃ7時間経ったら九州なのかここなのか、この差だけで、言葉のギャップもやっぱり沖縄に行っちゃったら沖縄弁って分かんないだろうし、同じ日本語なのに、なんかそういう感覚でいいんじゃないのという、まあ、天気ですね。